はいどうも、今日はねドカティ 900SS このフルカスタム車両のね売り情報をちょっと紹介させていただきたいと思います。まずはねちょっと一周回ってみましょうかね。本当はねフルカウルの車両なんですけどネイキッドにねカスタムされてますね。まあすごいですね本当、まあ、純正の形をちょっと知らないんですけどフルカスタムじゃないですかねこれ。すごい。はい、じゃあねちょっと一個ずつ見ていきましょうかね。ヘッドライト、まあ、フルカウルなんでこれも普通のドカティのライトではないってことですね。一応まあ汎用品でライトステイも全部ワンオフ。ワンオフ でメーターステイとかも。めっちゃ綺麗に収められてますね。ほうほう。キーレスなんで、ほう、これが一応もうキー4の。あ、このボタンで。レーシー。めっちゃかっこいい。タンクも鍵がない。一切のキーレス。あ、もう全然キーがない。ね、盗難めっちゃ怖そう。すごいな。これはクラッチレバーがブレンボ。そうですね、両方ともブレンボのライトレバー。はい、こっちもブレンボ。すごいですねこれ。ミラーもすごいレーシー。これホイールはゲイルスピード。ゲイルスピード、あ、じゃあ純正じゃないってことですね。ローターもブレンボになってる。ローターブレンボ、ホイールがゲイルスピード。もともとダブルはダブルなんですかこれ。でこれはもう車体に合わせて倒立フォークも純正なんですけど、もともとは金か銀のやつをブラックアルマイト、うん、なるほどですね。ブラックのアルマイトに質感がめっちゃいいです。マットな感じでねめっちゃかっこいい。はい、うわすごいベルトなんですねこれ。カバーが抜けてあるのでもうむき出し。すげえ、これは初めて見た。すごい、ピタゴラスイッチみたいなのがこれはすごい。オイルクーラーは純正。そうですね、純正のオイルクーラーがついて、これはレギュレーターですよね。レギュレーター でかで、エンジンは、モンスター900のエンジンが。そうですね、軽くオーバーホール、軽くオーバーホールをされて。オーバーホールされてどれくらい乗ってます？いや、前のオーナーもそんな乗ってないんで、僕で3人目です。僕もそんなに大して乗ってない。調子は絶好調。調子は絶好調ということで、これはクラッチ、鑑識クラッチ。鑑識クラッチですね。めっちゃかっこいいですねこれ。鑑識クラッチが入って、キャブレーターがミクニの TMR が付けられてますね。めっちゃ速そうですねこれ。セッティングはもうバッチリ、バッチリ出てるということで、レスポンスもかなり、レスポンスもいいということで、マフラーが、はい、純正のエキパイを使用して、はい、で後ろは多分 GP 缶の汎用を。なるほど。ってことはもう売ってないってやつですね。そうですね。で一応サイレンサーもあるにはあるんで、うん、車検の時はそれをつけたら通るんで。ああなるほど、スイングアームめっちゃ綺麗に、鏡面メッキみたいですね。鏡面ですかこれ。鏡面磨きがいいな。すごいですねこれ。ここまで綺麗にしたらメッキと見分けがつかんだ。フラーのフランジャーも全部興味持ってるんで。すごいっすねこれ。めっちゃ手入れられてますね。ほらシートを、はい、後ろのリアのフレームをカットしてるんで、ほう、で、まあ、カフェ仕様にして。なるほど。これらも全部ワンオフになるんで。バックステップですかこれ。そうですね、一応、まあ、バックステップにはなる。ワンオフのバックステップが入って、すごいな。これフェンダーのカーボンは、これはまず車外の。車外ので僕が出したのはこのアンダーカウル。ああ、なるほど。出してアンダーカウルがちょカーボンが揃えてます。カーボンのアンダーカウルがついてますね。後ろから見たらめっちゃかっこいいです。このタイヤが大きくて2本マフラーが前後、前後ろはオーリンズの。さすが。おお、なるほど、オーリンズの。あ、本当ですね、オーリンズの。さすが、いいですね。日本でしたね、確かに。ちょっとエンジンをアイドリング聞かせていただきましょうかね。すごい迫力がある音で。クラッチの方が回ってるんで。おお、なるほど。あ、鑑識クラッチ。おお、すごい。
ようと。はい、浮き上がりもいいやか。鑑識クラッチって入れ、はい、こう速が入れにくいとかそんなん全然ないですか？やっぱちょっとたまに入りにくい時あるんですけど、ほうほう、慣れたらそんな結構ガコンガコンって入るんで、でもやっぱりまあオイルに使ってない分ちょっと摩耗はあると思うんですけど、うん、なるほどね。はい、こんなねドカティ 900SS、 今回ねオーナーさんは、あ、車検どうですか？車検は、車検は一応5年の8月まで、5年の8月まで、でまた通すとき言ってくれたら、はい、全然通す際のあれは教える。なるほど。今回ねオーナーさんこれはね150万希望ということで、ただね価格はちょっと相談に乗れるということなんでね、ぜひコメントの方からねアクションを起こしていただけたらオーナーさんとおつなぎしますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今日はねドカティ 900SS フルカスタムの売り情報を撮影させていただきました。ありがとうございました。いいオーナーさんが見つかればいいですね。森田さん、飯行ってきます。お疲れ様です。